甲府は前節からボランチの野津田のみ変更です。ゴールキーパー岡西、ディフェンダー浦上、新井、メンデス、中盤に関口、山田、野津田、荒木、前線長谷川と泉沢、ワントップウィリアン・リラです。アウェイの東京ヴェルディ、こちら前節から3人の変更です。ゴールキーパー柴崎、ディフェンダー若狭、ンドカ、加藤、貢献、山口、そして中盤は佐藤雄平、石浦、梶川、前線には山下、小池、そして佐藤亮賀が入っています。前線呼んでいる選手、佐藤亮賀がいるが、そこには出せず、佐藤雄平、ここはプレッシャーいってますよ。野津田奪った、長谷川から野津田、左利きの野津田のシュートブロック、こぼれたシュート、ファインセーブ、泉沢の強烈なシュートを片手で止めた柴崎です。まずここで佐藤雄平に対してプレスからね、ボールを奪ってショートカウンターで、思いっきりのいい野津田のシュートは跳ね返ったんですけどもね、そこをしっかり詰めていた泉沢、まあもう前線は何度もやるしかないんでね、はい、やらなくなったらやはりチームとしても機能しないですからね。左サイド山口、いいトラップ、カットインを選んだ山口、石浦、やはりこの山口効いてますね。カットインでは、うん、縦ではなくカットインを選びました。よく見てね、クロスは上げました。ただ少し石浦力みましたかね。いいボール来たんでね。佐藤雄平、広げたところ若狭です。若狭、石浦からもう一度右サイドの若狭、佐藤雄平から石浦、山下のシュートは岡西正面、そしてペナルティエリア内にメンデスが上がっていきまして、荒木ロングスローの構えです。ターゲットメンデス、頭を越えていきます、詰めたところ決まりました。鳥海が弾いたボール、三平頭で押さえて先制甲府です。後半の立ち上がり、ロングスローの流れから、そしてパフォーマンス、三平がスタジアムのサポーターとともに喜びを分かち合います。まあ、本当ロングスローでメンデスのところをターゲットにしました。これは弾かれたんですけどもね、鳥海ですかね、シュートをしたのをね、はい、まあ、交代した2人ですよね、鳥海のシュート、それに対して三平がしっかりヘディングでねコースを変えた。でここもしっかり、まあ、半身のような状況ですから、このようにヘディングでね流し込めることができましたよね。甲府のスローイン、早いリスタート、野津田前を向く、野津田からのロングシュート、クロスバー、狙っていった野津田、もう少し低かったら入っていたっていうシュートでしたよね。まあ、無回転でね。泉沢、右には鳥海がいる、泉沢、鳥海前を向く、鳥海、泉沢へ、もう一度鳥海飛び出した、決めたるは鳥海良樹、プロ初ゴールが生まれました。欲しかった追加点、大卒1年目鳥海に生まれています。まずもうここの泉沢との関係で、ここシュート打つかなと思ったんですけどもね、パスに切り替えて、でワンツーのような形で、少しでトラップがね足元に入ったのかなっていう感じしたんですけどもね、ここね、でもその後うまくアウトで、キーパー柴崎の動きを見てね、うまく間を通しましたよね。泉沢、野津田、山田が入ってくる、山田、山田かわした、左足、こぼれたボール、なんとか間に合いました山口です。ここから先の共有っていうのが大事になります。右サイド若狭、シュート打ったがブロック、佐藤亮が右足ならいで、安西、ファインセーブ、岡西詰めた、山下のクロスはファーサイド越えていきます。岡西よく防ぎましたね、左の隅でした。いや本当に壁でボール見れなかったと思うんですけどもね、キーパーとして一番嫌なところの高さ飛んできました。蹴ったボール、ゴール正面、ヘディング、運動か、鳥海が外に切ります。そして試合終了のホイッスル、ホーム甲府2試合ぶりの勝利。
後半途中出場三平鳥海、この両者のゴールによって2対0、ホームに限れば3連勝、ヴェルディ相手に3シーズンぶりに勝利をつかみました。